リッチモンドにある D ウェイフーズ&ベバレージショーに来ています。 D ウェイフーズベバレージショーは毎年開催されておりまして、今回で4回目ということです。本日は26社メーカーが展示されておりまして、その中でもハイライトは日本酒13社来ているということです。それでは早速行ってみます。こちらは本マグロが築地から空輸されてきたということで、先ほど解体ショーがありまして、今なんとこの大きなマグロがこちらで食べれるようになってるんです。すいません、一ついただいてもよろしいでしょうか。素晴らしいですね。こんなことってバンクーバーであるんですね。どうぞ。ありがとうございます。食べてみます。わー、色が超綺麗ですよ。いただきます。おいしいです。フレッシュな味が、これ以上フレッシュな味はこちら食べたことないです。ありがとうございます。すごいです。ものすごい列が何人も並んでるんですけど、これはどういった列なのかちょっと探してみたいと思います。すみません、ここでは何をされてるんですか？ラーメン作ってます。ラーメンですか？はい、自分で作れるんでしょうか？これは自分でできますよ。どんな風にこれを。あ、いいですか？やりたいです。じゃちょっと待ってくださいね。はい、何種類も液体が並んでいますけど、じゃあこちらへぐるっと回ってきてもらっていいですか？はい、じゃそちらにぐるっと回ります。最初こちらの麺をここに入れていただきます。あ、冷たい凍ってる麺入れます。この中ですか？はい、豆乳です。でこちらの丼を持っていただいて、はい、こちらのどれか、じゃあこちらを1杯入れていただきますか？丸々1杯、はい、これは何ですか？はい、こちら豚骨ラーメンのスープの素です。ラーメン屋さんになった感じです。はい、豚骨ラーメンスープです。でこちらで、はい、こちらのスープの方を1杯。はい、これは何ですか？こちらは、お湯にちょっと玉ねぎ1個と豚のかけらをちょっと入れてます。あ、なんだかラーメン屋さんどんどんできてます。はい、はい、でこちらの麺をここがちょっとラーメン屋っぽいところでこう持ち上げて、はい、下に湯切りする。あ、湯切りしてます。はい、ガッと、はい、いきます。で入れていただいて、よっ、じゃん、できました。はい、じゃあお好きなトッピングを、はい、お好きなだけ入れてください。じゃあちょっとネギ多めで、はい、美味しそうな感じで、じゃあチャーシューさんも入れちゃったりなんかして、はい、こんな感じでいかがでしょうか？よいしょ。完璧です。完璧です。もうラーメン屋ですね。ラーメン屋になりました。素晴らしい。いただきます。はい、どうぞ。では、いやちょっと失礼していただいてみます。なんか本格的です。豚骨の匂いが、うん、さっぱりしてて、なんかもう豚骨の臭みもないですし、すごく美味しいです。とっても美味しいです。自分で作ったんですか？自分で作ったと思えないです。もうこれはもうとっても very good です。Amazing。こんなに美味しくできるんですね。なんか麺があんなにちょっと温めただけって感じなのに、ツルツルシコシコしてめちゃくちゃ美味しいです。これはですね、ご家庭でも簡単にできまして、家でも作れる。実はですね、軽くですね、ディープフライをしていただくのが一番いいですね。あ、家でもこうちょっとディープフライした方が美味しくできる。はい、外側がカリッとしてサクッと、いやクリスピーですね。あ、いいですね。内側がちょっとソフトな感じがあって、あ、一番大好きです。柔らかい感じの、カリッとして、これが一番いいところですね。はい、そうする
するとほっとほのかにタコの味がします。ちょっと召し上がります。いただきます、はい、ちょっといってみます、うん、そうですか。おいしい。どうだそう、うん、これは全部ハンドメイドで作ってますので機械ではないんですよ、うん、はい、これはもう助工さんが一つずつ手でいいですね、あの、たこ焼きの焼き器で焼いてますから。これはもう手作りの手で一個ずつ作ってるということで、さすがになんか優しい味がしますね。中身もしっかり入ってて。そうなんです、他の焼きもそうなんです、全部手作りで鉄板でですね、餃子店であります。ご家庭で作るのと本当に同じものです。素晴らしいですね、はい、家で作るものと、あのもうプロフェッショナルが作った方を家で作れるっていうことで、はい、ちょっと食べてみます。どうぞ。お野菜がいっぱい入ってます。はい、もう特にキャベツがたっぷり入ってますので。あ、こうやってキャベツがたくさん入ってるのって何風とかはあるんですか？スペシャルレシピ。一般的にはですね、日本の一般的に合うようにしてるんですけども、どちらかというとこのお好み焼き自体は関西風を目指してるんです。あ、これ関西風お好み焼きだそうです。とてもあのキャベツがいっぱい入ってるのでふわふわしてとても美味しいです。そうですね、カットした感触が一番いいと思います。いいですね、はい、ありがとうございます。これは便利でいいですね、家でちょっとお腹がすいた時とかに、はい、ここまででもお子さんでも主婦の方でも簡単に作れますので、うん、素晴らしいです、ちょっとおやつ代わりにでも十分、おやつ代わりに食べられるたこ焼きとお好み焼き、これは外せませんよ。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。どうも。